フィヒテル山地。フィヒテル山地は、ドイツ・バイエルン州北部に位置する中陸山地である。わずかに一部は、チェコ北西部にかかる。この山地のうち1020キロ平方メートルは、フィヒテル山地自然公園に指定されている。フィヒテル山地は、ホーフとバイデンの間に位置する。西部は、バイロイト周辺への交通の便が良いが、かつての鉄のカーテンを越えた東部のエーゲルランと、 中心都市は、ヘプは、まだ十分ではない。アウトバーンは、豊富イコールバイデン間をこの地域を通って結んでいる。フィヒテル山地の中心に位置する町は、ルイゼンブルク、巨大な岩の迷宮があるのある文字イーデルである。その他の町としては、マルクトレドビッツ、マルクトロイテン、アルツベルク、レスラウ、バイセンシタット、キルヒエンラミッツ、トレスタウ、これらすべては、エンゲル川、 または、レスラウ側の上流域にあたるがある。周辺部では、南東あるいは南に、ビショフスグルン、フィヒテルベルク、ナーゲル、ノイゾールク、エルベンドルフ、ビーザウ、フッフ,フスミュールが、西には、バイデンベルク、クロイセン、バイロイト、ビントラハ、バートベルネック、北西にゲフレース、セル、バイスドルフ、ミュンヒベルク、そして北に、ゼルプ、レイアウ、ホーフが位置している。 フィヒテル山地を北東から南西に北や西の東フランケンなまりと東や南の北バイエルンなまり、オーバープファルツなまりとの境界線が走っている。この境界線は、しかし行政管区の境界、オーバーフランケン行政管区、オーバープファルツ行政管区とは一致していない。例えば、オーバーフランケン行政管区に属する文人ーデる。 軍では、イエルン・ナマリの言葉が話されている。住民の多くは、第二次世界大戦の際に、この境界を踏み越えてきてこの地に、新たな故郷を見出した、ズデーテン地方、シュレジエンあるいは東プロイセンからの、数多くの逃亡者たちの子孫が多くいる。最高峰は、標高1053メートルのシュネーベルク。その他の特徴的な峰としては、奥前コップフ、決裁院。 グローサー・バルトシュタイン、グローサー・コルンベルクがある。携帯学上、フィヒテルベルク山地は、多くの山並みと、馬テ系の3階からなる。この3階は、フィックタル・ジビアックス・ハフアイゼン、フィヒテル山地馬テと呼ばれる。名付けられているのは、フィヒテル山地の北東部は、エルツ山地に、南東部は、オーバープファルツの森、ボヘミアの森、バイエルンの森につながる。 北西部のフランケンバルトやチューリンゲンの森とは明確な境界がある。南西部は形態学的に全く別のフランケンのブルーシュシャーレンコンド、小卓地に続く。かつてフィヒテル山地はドイツのへそとかヨーロッパの心臓と呼ばれていた。ここでは四つの重要な川が生まれ、それぞれ四つの方向へと流れていく。 自然保護区にも指定されている多くの湿地や沼地は重要な水の受け皿となっている。この中引く産地の上部は北海と国海を分けるヨーロッパの分水海となっている。中世初期にはすでにフィヒテル産地では最高が営まれていた。特に金、鈴、鉄、ミネラル、土や石、玄武岩、活旦、気力石、花崗岩、ローム、石、粘土、 データンが採掘された。より近代には、ウラン交渉でも知られていた。フィヒテル山地の川沿いには水車によるハンマーが立ち、溶鉱炉や金属加工職人が仕事をし、金属の再加工が行われた。フィヒテル山地の森は、木炭の製造に必要な木材を供給した。30年戦争の頃には、交渉から10分に搾取し終え、工業は衰退した。 アレクサンダー・フォン・フンボルトは18世紀に再度、工業を活気づけようとした。多くの町や村、例えば、ブンジーデル、バイセンシュタット、アルツベルク、フィヒテルベルクイコールのイバウ、コルトクロナハは、その創設に鉱山が寄与している。フィヒテル山地の鉱山跡には内部を見学できるものがある。工業は今日ではもっぱら歴史的遺物としてあり、フィヒテル山地の多くの村では、 ガラス製品が生産されている。国際的に、あるいはドイツ全土では、陶磁器が高い評価を得ており、今日では、ゼルップが中心となって生産されている。ローゼンタール、またはフッチェンドウイターがメーカーとして、国際的な名声を享受している。観光は、今日、フィヒテル産地の多くの自治体にとって最も大きな財源となっている。例えば、 ビショフスグリンのような街では観光の伝統は1920年代にまで遡り、第二次世界大戦後には夏のハイキング客、冬のウィンタースポーツを楽しもうと多くの休暇旅行者が訪れる。フィヒテル山地は西ベルリンからアウトバーン A 級を使って直接訪れることが出るハウスジバーチ、故郷の山として発展した。藤により中山地の休暇の風景は 質量両ともに変わりつつある。フィヒテル山地の主な山は以下の通り、詩人で自然科学者でもあったヨハン・ボルフガング・ゲーテはフィヒテル山地を3回訪れている。2回はバイマルからカルロビバリへの旅の途中であったが、最後の旅はわざわざフィヒテル山地のエーゲル地方を訪ねたものであった。ゲーテはカールルートビヒホンクネーベルと フリードリヒゴットリープディートリヒに随行してやってきた。1785年6月30日、ホーフからマルクトロイテンを経由して、ブンジールまでの皇帝だったが、同日にカタリーネンベルクとアレクサンダースワートにも訪れている。7月1日、徒歩でブンジーデルからロイ・ポールスドルフのゼーハウス、当時はゼーヘンハウスと呼ばれていたを経て、カルヒエスの 白マイン川の水源や奥前コプフ山頂へ行き、そこで、珍しい猛戦後家の仲間に、山憺の声を上げた。帰りは、ゼイヒューゲル、ヌスハルトの麓、バイセンフェルスを通って、ホルドルファーミューレ、ホルドルフ、現在は、トレスラーの一部とたどって、ブンジーデルに戻っている。ゲーテは、岩の配置をスケッチを作成し、地質学の研究を行った。7月2日は雨であったため、 ブンジーデルの街の中を見物しただけであった。7月3日は、ルイゼンベルク、当時は、ルクスベルクと呼ばれていたと、ブルクシュタインフェルゼンに専念して、花崗岩の風化作用のスケッチを行っている。7月4日は再び旅行に戻って、ホーレンブルン、ゲップファースグリュン、ティエルスハイム、シルンディンク、ミュールバッハを経由して、ゲップにまで行った。ゲーテは、旅の間、 地質学上珍しいいもの、大石陶石や玄武岩に、旺盛な興味を持っていた。71歳になった、彼は、西ボヘミア地方の温泉をめぐり、途中4月25日に、アレクサンダースバートを訪れた。ここでは、古い城に宿泊した。昼食後、ルイゼンベルクを訪れた。彼は、岩の迷宮の成立について、 ゆっくりと経過する風化作用によると説明している。4月26日には、再びカルロビバリへ向かった。8月13日にゲーテは、ケップ、バルトザッセン、ミッテルライヒを経由して、マルクトレドビッツを訪れ、有名な科学工場であるボルフガング・カスパー・フィーケンチャーを見学した。彼は、ケップの資産時で、警察評議員のヨゼフ・ゼバスティアン・グリューナーと一緒であった。 8月18日まで水金生産を視察したり、17の業者が作ったガラス組合の工房で大きな窓板ガラスの生産、化学工場、花火製作を見学した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。